大関では防衛道が初日敗れています。明日の中入りの時間は逸ノ城の新三役インタビューをご覧いただきます。正面の解説は北の富士勝昭さんでした。ありがとうございました。どうも失礼しました。初日満員となった福岡国際センターからお別れします。